皆様こんにちは、小坂井和樹と申します。お元気でいらっしゃいますか？そう、僕は元気です。はい、さあ皆さん、私小坂井和樹は会場の皆さんとおしゃべりするトークライブ。そう、僕がしゃべるだけじゃないんですよ。僕のおしゃべりして何かあったら皆さんからも帰ってきておしゃべりをするトークライブなんです。今までやってきましたけども、結構自分だけしゃべる時が多いのでしゃべりかけてください。勝さんのゴジラ、危ねえよ。おい、そこ危ねえんだよ。自衛隊撃つんじゃねえ、痛いから。いいね、シンゴジラじゃなくてカツゴジラ。ゴジラの嫁、ですよ。お父さん、あそこほら自衛隊来てますがな。ですが。さ、まさかずゴジラもいいよね。ですか。自衛隊の皆さん、その記事ダメです。それじゃあ僕には、国へゴジラもいるね。思ったよ。ゴジラ、なんですね。はいはいはい、銀座、怖い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 ですね。はい、壊れました。服部時計台壊れましたね。まあ直すの大変ですね。さよなら皆さん。そして小坂井和樹とおしゃべりライブ2024、3月23日土曜日は長崎市民会館物価ホール、そして4月14日日曜日はトークネット仙台で開催いたします。皆さんどんどん、その日にですね、質問なんか書いてもらったりするという非常にこうラフな、その日の出来立てのトークをやりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。長崎といえばね、長崎ちゃんぽんでございますね。美味しいですよね。2度くらい長崎行った、3度くらい行ってんのかな、行ってますね。仙台ね、広瀬川流れる岸辺、広瀬が綺麗でした。仙台も3回くらい行ってるのかな。どんどん皆さんからの質問なんかにも答えるような準備になってますので、ぜひその日は、小坂井和樹とおしゃべりするライブということで楽しみに来ていただきたいと思います。皆さんと楽しい時間が過ごせたらと、僕も今から期待しております。長崎の皆さん、仙台の皆さん、どうぞどんどん駆けつけていただいて僕とおしゃべりをしてください。よろしくお願いいたします。3月23日、4月14日です。よろしくお願いします。